富士 T-3 富士 T-3 初等練習機 T-3 は航空自衛隊のレシプロエンジン単発の初等練習機。パイロットが最初に訓練するために乗ることを目的とした機体。富士重工業が製造した。30年間近くパイロット育成に使用され、2007年4月23日に退役した。航空自衛隊は発足以来、 初等練習機として T-34A を使用していたが、老朽化してきたために、新型機を必要とした。当時、富士重工は、自社のケム -2 をベースとして、航空自衛隊の要求に合わせて、タンデム複座とした、試作機ケム -2B を、製作、1974年9月26日に、初飛行した。 1976年にイルマ基地で行われた航空祭で展示飛行し10秒以上にわたる背面飛行を行うなど性能の高さを実証した。当初民間機として発表されたケム -2B を富士は航空自衛隊の T-34 後継として提案した。初等練習機の装備を施した。 ケムマイナス -2 改めは1978年1月17日に初飛行し航空自衛隊によって正式採用され T-2 に続く3番目の国産練習機として T-3 と名付けられた3月から量産機を納入1982年までに50機が生産された聖浜基地と豊富北基地に配備され パイロットの育成に使用されたが、2003年から後継機として、富士 T-7 の導入が進められ、平成16年度に、豊富北基地での T-3 による教育が終了。2007年2月22日に、聖浜基地での教育も終了した。聖浜で最後まで使用された3機の機体のうち、2機は、岐阜基地の飛行開発実験ガへ引き渡され、 岐阜基地の1機と共に業務に使用されたが、この3機も同年4月23日に退役した。岐阜で最後まで使用された初号機は聖浜基地で生体保存されている。T-7 は燃料の効率利用のためターボプロップエンジンを採用しており、T-3 の退役により自衛隊からレシプロの固定翼機が消えた。用途廃止された1機が、 O-6D とともに、金沢工業大学航空システム工学科の教材として、キャンパスに展示されている。展示される T-3 エンジンを機種に搭載し、主翼は低翼配置の一般的な機体である。価格を抑えるために、極力 T-34 との部品の共通化を行っているが、それでも時代の要請に合わせ、 特に航空性能や航続距離の改善を行っている。具体的には、スーパーチャージャー付きのレシプロエンジンの強化、燃料タンクの増設などである。また、先に作られた、ケムマイナス -2 とは違い、航空自衛隊の戦闘機に合わせた、縦型複座とし、中東練習機に移行した、際の違和感を排除している。このため、外観は、 ケム -2 と同じハーツェル製 S3 枚プロペラを除くと T-34 とほぼ変わりがないが自社の小型民間機 FA-200 の技術も一部流用されるなど内容的には異なる部分もある。非常事態用の射出座席は備えられておらずパラシュートを使った脱出の際はキャノピーを開き翼端まで走るように説明書で指示されている。あるいは 背面飛行を行いながら、キャノピーを開き、そのまま落下して脱出することとなる。なお前期損失することなく退役したので、最後まで、この脱出方法を実践した者はいなかった。ありがとうございます。